はい、どうも石原です。10月16日の金曜日にですね、iPhone12 の、iPhone12 Pro の予約争奪戦というね、動画をね、こちらアップしたんですけども、その中でね、ちょっとチラ見せというかね、チラ見されていたガジェットについて、今回はね、タイアップということで、まずね、皆さんにそのおすすめのガジェットをご紹介したいと思います。それがこちらのこちらです。 iPad ではなくてこのスタンドになります。このスタンドをですね、今回はちょっとサクッとご紹介させていただきます。めちゃめちゃ使いやすくてね、もうずっと僕ね、デスクの上とかね、いろんな場所で使ってたりします。こちらのライファというメーカーの PC スタンドになります。ではサクッとまずご紹介したいと思います。こちらのスタンドはですね、小さなタブレットから17インチまでのノート PC まで対応の折りたたみスタンドになります。幅広なので安定感がめちゃくちゃあります。で、好みの高さ、角度にね、本当に無段階で調節することができますので、自分にフィットする角度と高さを実現することができます。めちゃくちゃ安定感抜群でですね、軽くこう曲げられはしないんですけど、めちゃくちゃホールド感が強いので、タイピングの時もほぼ揺れずに行うことができます。そしてね、折りたたみ式なので、畳むとね、約4センチほどコンパクトに畳むことができます。タイピングの時に揺れないとお伝えした通り、頑丈で沈まない安心感があります。固めのギミックになってますので、しっかりとした作りの可動域になっております。タイピングとかぐらいの荷重ならね、もうびくともしない安定感になってますんで、本当にね、17インチの大きなノート PC を置いたとしても安定感めちゃくちゃあります。僕は MacBook Pro の15インチを使ってますので、その MacBook Pro の15インチを乗せたとしても、ほぼブレなく安定したタイピングが実現できています。そして滑り止めと傷防止のパッドもついております。あとパソコンがやはり熱くなったりすると思うんですけど、冷却を促すようなね、後ろにね、空洞ができてますので、そこでね、熱を逃がすような仕組みになっております。タブレットとか、そして大きなノートパソコン、そしてブックスタンドとかにもなったりしますので、僕はね、常にね、先ほどご紹介した通り iPad Pro を乗せて、デスクの上でiPad を操作したりするときに使っています。本当にこのね、 PC スタンド使いやすいので、ぜひね、タブレットスタンドとか PC スタンド欲しいなとか思っている方はね、参考にしてみてください。はい、そして今回の動画なんですが、 iPhone12 Pro がね、現時点では予約殺到で、手元に届くのがもう1ヶ月遅れとかいうぐらい大人気なんですが、やはり大本命である 5.4 インチの iPhone12 mini に、さらにはね、 6.1 インチの iPhone12 ですね、プロモデルじゃなくてエントリーモデルが本当におすすめな理由についても詳しく解説したいと思います。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。はい、では本題です。プロモデルではなくて iPhone12、 そして iPhone12 mini がおすすめな理由についてちょっとご紹介したいと思います。 iPhone12 シリーズのプロモデルと、エントリーモデルの差別化というかね、違いについては、大きく言えばですね、トリプルカメラを採用しているので、こちらトリプルカメラですね、広角、超広角、望遠、そしてライダースキャナが搭載されているのがプロモデルになります。これは対象を立体的に把握するためのものなので、拡張現実 AR とか暗所での撮影に大きな役割を果たすと言われております。しかしこんなね、ハイスペックなやはりカメラ機能は大半の消費者はいらないのではないかとアナリストは言及しております。もちろん僕も、写真家ではないけど、インスタグラムにこんな感じでね、フォトグラフのポートレートをアップしてるので、写真撮るのは好きなんですけど、写真家と言われれば写真で別に稼いではいないから、写真家ではないのかな、エセ写真家、なんちゃって写真家なんですが、そんな僕でもやはりね、 iPhone12 Pro のカメラはすごく魅力的なんですが、あまりそういうね、写真家とかフォトグラファー的な活動をしてない方にとっては、やはりハイスペックすぎるカメラ性能だと思います。なので、結論から先に言わせてもらうと、
こんなにもハイスペックな、まあ、カメラ性能は多くの iPhone ユーザーには必要ないという見解が多くのアナリストが言及しているところのようです。もちろん今回の iPhone 12に限らずですね、去年の iPhone 11シリーズも iPhone 11 Pro、まあ、11 Pro Max ありましたけど、やはりね、安価な iPhone 11が最も売れたモデルになりました。今回も10月23日に発売されたこちらの iPhone 12 Pro と iPhone 12、 iPhone 12 Pro の方がね、人気で予約争奪戦で入荷もなかなか難しいという状況なんですが、やはり総合的に見た場合 iPhone 12の方が売れるのではないかと予測されております。やはりこの iPhone 12 Pro シリーズは999ドルからもう日本円でも10万円超えた価格からのスタートになりますので、このカメラの性能にそれだけの価値を見出せるか見出せないかによって、プロモデルか iPhone 12のエントリーモデルか選ぶことになると思います。なので今現時点でエントリーシリーズの iPhone 12か、それとも iPhone 12 Pro ね、プロシリーズかで悩んでいる方は、本当にね、区別するならカメラだけということになります。まあ、メモリもね、4ギガ、6ギガありますけど、まあ、ゲームしていてちょっとなんか不具合で、ゲームの動作がプロでも悪いっていうのをちょっと聞くんですが、まあ、そうは言ってもやはりカメラ性能の違いになります。なので、あえてプロモデルを選ぶ理由としましては、本当にこのライダースキャナーしかり、イメージセンサー、そしてApple Pro RAW というね、ローで、プロシリーズだけ、ローで写真が撮影できる、そしてドルビービジョンの60フレームが撮影できる、そういう最先端のテクノロジーに、まあ、興味がある、使ってみたいというユーザーなら、iPhone 12 Pro シリーズを買って正解かと思います。そんなにハイスペックなカメラとかね、そういう写真とか、ローとか撮影とか全然わかんない方は、iPhone 12 シリーズがもちろん買いになります。これはね、過去にも結構あったんですが、2017年に、まあ、iPhone X、そして2018年に iPhone XS、そして2019年に iPhone 11 Pro と、最もね、価格が高くて、まあ、性能がいいモデルについて、まあ、結構ね、みんなの興味があって、やはりプロモデルとか 10S Max とかね、iPhone X なんかに飛びつくユーザー結構多かったんですよね。しかし、その差別化については、iPhone X なら、まあ、iPhone 8とまあ比べられたんですけど、Face ID が搭載されているか、Touch ID が搭載されているか。そして、ディスプレイサイズも iPhone X が 5.8 インチで、 iPhone 8がまあプラスで 5.5 インチでした。しかしね、 iPhone 12 Pro に関したら iPhone 12 と大きく違うのは本当にカメラの数。 6.1 インチサイズで iPhone 12 と iPhone 12 Pro を選ぶならカメラの違い、まあ、有機 EL ディスプレイもプロであれエントリーモデルであれ有機 EL ディスプレイなので、めちゃくちゃディスプレイは綺麗なわけなんですよね。なのでその辺を考えるとほとんど変わらない、ただ本当に変わるのがカメラのスペックだけになりますので、今回ね、11月6日に iPhone 12 mini が、まあ、予約争奪戦かっていうね情報がある、まあ、僕の中でも思ってるんですけど、その中、まあ、Pro Max と mini どっちにしようかとか、 iPhone 12 mini を買うか iPhone 12 Pro 6.1 インチを買うか、まだ迷ってるとかあると思うんですけど、カメラ以外の機能はほぼ同じだと僕の中では思ってますので、実際に僕は iPhone 11 Pro Max を使っていて、 iPhone SE 第2世代、こちらね、 iPhone SE 第2世代に乗り換えたんですけど、まあ、カメラ性能以外は、まあ、タッチ ID とか Face ID の違いはあったんですけど、ほとんど、まあ、ゲームアプリを使わないからか知らないんですけど、ほとんど使い勝手が変わらないというか、逆にまあ、コンパクトになったし、なったことで使いやすくなって、まあ、タッチ ID もあったんですが、まあ、あと写真はね、普通に一眼レフカメラとかで撮っていたので、これはね、本当にスナップショットの程度で iPhone SE 第2世代を使ってたので、iPhone 11 Pro シリーズ、Pro Max とかで、がっつり撮影をしようって買ったんだけど、そこまでね、頻繁にカメラ機能を使わなかったという、まあそういうなんかトラウマっていうかね、そういう経験があったので、iPhone SE 第2世代が大成功したんですけど、今回はね、カメラ、もう iPhone 12 Pro のカメラ機能、ここに僕はちょっと着地してしまって、当初はね、iPhone 12 mini を買おうとしていたんですが、このカメラ機能だけにこだわって、iPhone 12 Pro を選択したので、エントリーモデルか、それともプロモデルかで分けた時に、まあ、画面サイズも多少は違うんですが、やはりカメラ機能、もう何回もね、今回の動画でカメラ言ってますけど、もう最後です。
最先端のカメラ機能を使いたいならプロモデル。でも普通にスナップショットとか家族写真とかね、まあ、普通に動画撮影とか友達と遊び感覚で使うぐらいなら、まあ、iPhone12 エントリーシリーズで全然問題ないと思ってます。なのでほとんどの方、カメラ機能にあんまり興味がない方は、ほとんどの方は iPhone12、 iPhone12 ミニがおすすめだと思います。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。